おいらまべ、愛したいや。いやー、前回衝撃中の衝撃だったな。俺ちょっとマリオのゲーム舐めてたわ。あんなお話になると思わなかった。もうさ、ショックっていうか、兄貴、ショッキング、ショッキンガ、ショッキンゲスト、ショッキンゲストまで言ってたね。まさかのボム兵とのお別れ。しかもお別れがさ、また会おうじゃなくて永遠の別れだもんね。ボム兵、これもうボム兵ロスになってる人いるんじゃない？福山ロス以来の。じゃあちょっとやっていくか。オリビア泣いてる。なんか慰めてあげるな。なんだったら俺前回オリビア見てヤムチャじゃねえかって言っちゃってたからな。大丈夫か、オリビア。泣いてんな。くすんくすん。ちょっとそうだよね、オリビアが特に感じちゃうかもしんないよね、負担を。もうこの BGM やめてー。ねえ、この BGM が一層悲しくさせんの。すごい悲しいの、この BGM。 なんかすごいシンプルなんだけど、ズシンズシンくる。タン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 の一個のタンが俺にもうダメージがドクンとくる。ボム兵さんが私のためにいなくなっちゃった。あー、オリビア。うわー、なんかもう悲しい始まり方だ。もう俺の動画史上一番悲しい始まり方してるかもしれない。こんな悲しい気持ちのままで私も旅なんて続けられない。オリビア、もうやばい、メンタルが崩壊している。やばい、登場人物全員メンヘラになってく。やばい、ちょっとさすがにそうだよな。マリマリオー、そうだよな。どうする、マリオ。慰めてやれ。お前何ちょっと無視しようとしてんだよ。そしてまた座るんかい。ボム兵さんがいなくなっちゃった。悲しくて旅なんて続けられない。これマリオが何かしてあげるってこと。いや、マリオ何回その動きすんだ。あー、別にここで何かする感じではないのかな。なんか近づくと座っちゃうんだよね。これ出ていいの。え、この状況でオリビア一人にすんの。絶対良くないと思うんだけど、この上から刺してる光の方に飛んでっちゃうよ、オリビア。そのまま私ももう行きますわみたいなこと言っていいの、これ一人にして。なんかイベントが起きんのかな。おお、なんじゃなんじゃ。おお、なんで全員いなくなってんだ。おい、全員いなくなってるぞ。僕だけがいる街になってるぞ。僕だけがいない街じゃなくて、僕だけがいる街になっちゃったぞ。え、どこ行ったのみんな。ちょっと、チョロプー軍団。おい、チョロプー軍団、今そういうノリいらないって。今そういうノリいらないわ。俺らみんな、今一瞬でみんないなくなったらビビるかなみたいな、そういうノリいらないわ。そういうドッキリ今いらないよ、チョロプー。みんないね、本当にいねえな。これ何すりゃいいんだろう。戻るの、どこ行くんだ。あ、待って、手前のこれ倒してねえな。倒すっていうか開けてねえな。あ、ハテナブロック。え、もうこれで回収率 100% なんだ。ちょっと待って、これどっか行くのかな。こっち、あ、いるいるいる。あ、なになになに、何してんの。あ、なんか遊んでた、もしかして。なんかよ、表ででっかい輪がぶっ壊れたみたいで。ああ、うん、そうね。破片が散らかりっぱなしだったんで、みんなで片付けたとこさ。あー、まあごめん、まあそうだよね、ボム兵。いや、もうずっとそうだよな。岩がこんな風に粉々になるなんて、一体何があったのかね。いろいろあったんだよ、辛いから。喋ってる途中に帰るな。今俺が全部説明してあげようと思ったのに、チョロップ何も気にしてずいった。あ、これか。うわー、ここに片付けたってこと。調べる。あ、え、兄貴、え、何。あ、ちょっと待って。永遠の別れかと思ったら意外と早めに会ったね。もう結構もうずっと会えないと思う。いや、でもこれ違うよな。なんか演出が幽霊だもん。ボム兵、もうずっといてくれや。兄貴、オリビアさん、かなり落ち込んでるみたいっすね。このままじゃ助けた俺も切ないっす。あー、でも兄貴ならきっとオリビアさんを元気づけてあげられるんじゃないっすかね。ほら、あれがあるじゃないっすか、鉄板ネタのあれっすよ。うわー、あれだよね、オエドランドでさ、クリボーの被り物してみんなで笑ってたみたいな。うわー、もう思い出す。
だけで悲しくなってくる。なんかオイドランド3人でつい最近までさ、3人で楽しくオイドランド回って遊んでたのにさ。オムヘ、さあもう一度リビアさんのところに行っていつもの笑顔に戻してあげるっす。いや、お前が来てくれよ。なあ、このマリオはボムヘイと最後の会話もできるしさ、一番最後の姿も見れたけど、オリビアは最後のボムヘイを一切見れてない。お話もできないで終わっちゃってるからね、オリビアとボムヘイは。最後お前が会話してくれた方が絶対に元気出るし前向きになれると思うんだけどな、ボムヘイ。兄貴ならきっとオリビアさんを元気づけてあげられるんじゃないですかね。オリビアさんのところに行ってあれで笑顔に戻してあげるっす。お前も来いよな。いやもうこのもうなんか悲しくなってくる。いやなんかさ、おかしくない？俺そんなにボムヘン大好きって感じでもなかったしさ、もう別になんか、あ、まあ仲間のパーティーの一人かってなってて、あ、いいねいいね楽しくなってきたなぐらいの感覚でいたのに、こんな風になると思わなかったし悲しい。なんか今一番求めてる俺ボムヘン、体がボムヘンを求めてる完全に。オリビア、オリビア、オリビア連れてボムヘのところ行こうよ。その方が絶対元気出るだろう。クリボーの被り物か。もうツッコミがいないからマリオ一人で。マリオ一人でリアクション取っちゃった俺に対して。ドンキーにしてみる。あえて相手のドンキーで行ってみよう。オリビア、オリビア、やばい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 、地獄のような時間が流れてる。やばいぞこの空気、やばい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 、すっごい空気になってる。うわ、すっごい空気作っちゃった、すっごい空気作っちゃった、すっごい空気作っちゃった今。ごめん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 。はい、まあ多分これサムスやっても一緒になったんだろうね。オリビア見て、元気出してこれで。いやでもそう簡単に元気出ないよな、こんなの見ても。今は楽しい時に見るから笑えるって感じだもんな。もうずるいですわマリオさん。あ、でも優しい。あ、でもなんか反応してくれるってことはちょっと元気出たのかな。そんなので無理やり笑わそうだなんて。うん、あ、涙拭いてる。あ、オリビアでもありがとう。元気出た。おかげで気持ちがふわっと軽くなりましたわ。あー、オリビア、うん、やっぱ笑顔が一番だよ。でもな、ボムヘイとオリビアなんかお別れせめて言わせてあげたかったよね。いないのかなそこに。そうですわね、こんなところでいつまでもメソモソしてたらダメですわ。そんなのきっとボムヘイさんだって望んでいないはず。私頑張る、必ず兄上を止めてみせます。あー、そうだな、止めよう。あの兄上オリーのせいだからな、すべては。もう俺を本気出すわ、オリーに次会ったら。あいつ倒すとかじゃなくてビリビリにもう引きちぎる、破り裂いて、もうライターで燃やすわオリーもう拷問、拷問というよりもはや処刑なんだけど。もう決めた、俺オリーのことビリビリに破いてライターで火つけて燃やす。マリオさん改めてよろしくお願いします。あ、でもなあ、お兄ちゃんだもんね、オリビアの。だからオリビアが見てないところでやろう。よし、早速黄色の紙テープに向かって出発ですわ。わあ、元気出してくれてる。あはは、ちょっとマリオさん、かぶり物が邪魔で入れないです。元気出し、でもこれはね、無理して元気出してくれてんだろうなきっと。座ってる、回復だけか。いや、もう胸の中で泣いてんだろうね。うわあ、でも偉い子だな。いや、オリビア偉い子だわー。おー、見つけたー。今すごくない？うわ、すごくないこれ。穴見つけました私今。うわ、もうやめ、いらない、思い出させんな、大きな岩。あー、オリビ、あ、が、あ、来た。戻ってきたってことはあそこ使えるってことだよね。そうそう、このトンネルを抜けて紙テープを目指すんでしたわね。よし、張り切っていきますわよ。無理して元気、あ、でもここに、え、待って、これ最後の別れできるんじゃない？ボムヘイと。あれ？なんだか、ボムヘイさんが近くにいるような。オリビア、いるんだよ！
さっきいたのここに、なんかもう幽霊になってたけどさ、え、これ会えないのもしかして。そっか、ボム兵さんたちは、ボム兵さんは私たちの思い出の中で見守ってくれてるんですわ。ボム兵さん、私、頑張ります。えらい子だ。ボム兵、ボム兵、マリオさんどうしたの？行きましょう。な、出してくれよ。いたじゃんかよ、さっき。ニンテンドー、おい、ニンテンドー、ここのストーリー考えたやつ、ここでボム兵はもう出せなくしようって考えたやつ誰だ？ニンテンドー誰だ？出てこい、出せ。オリビアと最後の別れをさせろ、クソ。もうやられてる、ニンテンドー、ひでえよ。で、これで神の手を使える。こんな、でも頑張ってね、い、頑張ってね。もうオリビア、俺も近くにいるからな。引っ張ればいいんだな。はいはい、開けましたと。トゥルルルリンじゃねえんだよ。さあ、ここに入ってって。もう結構す長いのかな、ここ。うわー、敵いるな、奥、敵いるな。あ、キノピオいる。んー、よいしょ。ボロボロだ、なんか整備士みたいだな。マリオさん、助けていただきありがとうございます。私、キノピオモータースのエンジニアでメカニックでセールスマンのキノピオです。いや、全部担当してるんだ。負担でっか。エンジニアにメカニックのセールスマン、全部担当、全部自分でやってんの？一人だもんな、社員が。助けていただいた俺にそちらのブーツカーを差し上げます。助けただけでブーツカーくれんの？何ブーツカーって。なんだこれ BGM は。こちら、当キノピオモータースが開発したブーツカーの最新モデルです。150、最高出力150ヨッシー。1ヨッシーがどれぐらいわかんねえからな。1ヨッシーはあの1匹ヨッシー分ぐらいってこと？じゃあヨッシー150匹分ぐらいってこと？あんま想像つかないけど、ヨッシー150匹。あー、気持ち悪い。最高速度カット見、適当だね。ざっくりだね。ブーツ2000、GTR。GTR か。この先に広がる広い焼け砂砂漠を素早く快適に移動できますよ。あー、砂漠移動が足取られるとこなのかな。さらにターボチャージャーにある優れた画像を楽しめるカットビモードも搭載しています。さあさあ、コーナーに明かしてこちらもお持ちください。全部くれるんだね。ブーツホイッスル、焼け砂砂漠で使うとブーツカーがうえピーって言ったら来るってこと？キンターンと一緒。すごい便利だな、このピオ、このピオだ、このキノピオ天才なんじゃないか。そのホイッスルを置けば乗れてたブーツカーをマリオさんの元に呼び戻せます。ただし、砂漠使用者のため焼け砂砂漠に書いては読めないのでご了承ください。それでは早速ご乗車ください。じゃあ行ってくるか。乗らないかいって思ってそうだな。ブーツカー乗るのは近くないですよ。別にいいだろう、今俺は自分の足で進みてんだよ。クソ、なんで強制力、お前になんで強制力があんだよ。なんで俺に対する強制力を持ってんだ。これか、乗るぜ。うわお、あー、さすがコックスピードしながら様になってますね。そうでもねえだろ。エリで移動しながら ZR をし続けると加速してカットビモードになります。オリガミエを壊せるものだと蹴散らしながらカットビモードで、お、え、オリガミエも倒せちゃうってこと？それでは行ってらっしゃいませ。じゃあまずお前に突進したいわ。じゃあ、あ、これぶつかれるわけじゃないんだな。 ZR で加速、離すこともできるんだね。え、じゃあちょっと突撃してみる。 ZR でブーン、待って、 ZR 加速してんのかこれ。あ、あ、してる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 、あ、してるしてるしてる。こうね、 ZR 押し続ければ、あー、すごい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 。あ、でもちょっと操作に癖あんね。加速までにちょっと時間かかるって感じか。あ、壊し続けるでずっと加速できるわけではないのかな。でもこういうのは壊せんのかい。あ、全部壊せる。え、全部壊せんじゃん、便利。ただちょっと待って、こういうのは自分でやんなきゃいけないのかな。1000コイン持って、待て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 、これもなんか怪しいな。いちいち降りた方がいいのかな、こういうの。これキノピオだろ。こういうのは降りた方がいいのか。私が降られていたのはスコップ、シャベル、どっち？どっちかわかんないし、どっちでもいいかな。スコップとシャベルの違い、確かに俺よくわかんないわ。スコップの方がちっちゃいのか、シャベルの方がでっかい。え、わかんねえわ。お前のせいで余計な悩み抱えちゃったじゃねえかよ、バカ。乗ろう。お前も乗るか、気持ちいいぜ。そのまま行ってったな。これで砂漠に出んのか、まだ長く続くのか、どういう、あー、外に出て夜なの、暗いね。紫砂漠って感じだね。ここが砂漠、意外と暗くて涼しい。あー、もう夜なのか。砂漠ってもっとお日様ギラギラーみたいな感じだと思ってたけど、まあそれは真っ昼間はね、ピカーンみたいな感じかもしんないけど、夜はね、寒いのよ砂漠って。ほんとみんなね、気をつけて。夜の砂漠ダメなのがよ、めちゃめちゃ寒いから。
行ったことないけど。腹立つよ、行ったことないくせに。じゃあちょっと行ったことある風のトーク。こっちなんか開いてんじゃね。ぶっ飛ばせんだな、ここすげえ。お、自由に走れるんだな、GU だな。わ、すごい。あ、でも加速は延々とできるんだね。これ時間で終わるかと思ったけど、加速延々とできるんだな。なんかにぶつかったら終わるって感じか。まあ、ひたすらに進んでみる。ひれー焼け砂大砂漠。なんか焼け砂、焼けクソに見えんな。焼けクソ大砂漠。もう砂漠じゃ、もう砂漠だけどシーラないみたいな。焼けクソになってる。焼けクソ大砂漠に見える。広い。これこれ、砂漠ってこういう広いイメージですわ。黄色い紙テープが伸びてんな。右、あれ何、あれ何、サボテンじゃないよな。でもマリオさん、やっぱり砂漠にしては暗くないですか。まあ夜なんじゃないの。あ、もしかしたらお日様の機嫌が悪くて真っ暗なのかも。あれ、お日、あれ何、ぽっかり、なんかもうもはや穴みたいに見えるよ。なんか別の空間、通り抜けフープみたいになってるけど。驚いてた。え、真っ暗っていうか真っ黒ね。ほんと真っ黒だね。闇だね。いや、もっとよく見たら真っ黒っていうか、お空ごと穴が開いちゃってるみたい。もう本当に穴開いてんの。もうよくわかんない世界観になってくるな。え、どういう世界観、お空に穴が開いてんの。え、空に穴が開いてる場合は何なの。ちょっと待って、空に穴が開いてるってどういうこと。え、意味がわかんないんだけど。その先は空じゃないの。お日様の代わりに穴が開いてるなんて、ずいぶん変わった砂漠ですわね。すごい、もうすぐすって受け入れてるオリビア。あんまりびっくりしないんだね。でも一体どうやったらあんなところに穴なんて開けられるのかしら。なんかそういう魔法使うやつがいるんじゃないの。なんでも穴開けちゃうみたいな。穴があったら入りたい。まあこれくらい涼しい方が過ごしやすくていいのかも。ポジティブ、すごい。困ってないね、もうポジティブになっちゃった。お空の穴も気になるけど、まずは紙テープの方に行ってみます。まあそうだね、とりあえずあんま寄り道せずに行ってみるか。あ、なんか光ってんのとかあったね。ピンポンパンポーン、なんかいる。何やってんだこいつ。これは別にここ、なんか今いなかったここ。おい突撃してんだけど全然食らってなかったな今ドスンって。人身事故だったぞ今。ありがとうございます。ここは灼熱の焼け砂大砂漠です。あれ、暑くないですね。なんでこんなに暗いの。あ、おそらく埋まってたからわかんないのか。ピクニックロードのセンサー研究所までお越しください。あー、まあ時間あるときにそれは裏でやっとけば。うわ、こういうわかんないところ気になる。うわ、なにここ、え、なにここ、なにこいつ、え、カロンじゃん。うわ、人身事故起こし正代じゃんこれ、すごっ。え、テレサいる、テレサいる、すごい。うわ、テレサも引ける、テレサも。全員人身事故放題、もうやばいやばい事故起こしまくってるわよ。折り紙に毒ありませんのでご安心。体大丈夫、思いっきり引いたけど大丈夫かな。うわ、逃げてったぞ、もう怖くて逃げてったな。ここで降りるか。降りるのと同時にゲットする。何これ。あ、キラファイヤーフラワー、強いワイバル一律無。あー、ファイヤーフラワーの何でも上位互換とかあるんだね。だったらこういうのも全部。うわ、穴とかも埋めていきてーな、しっかりと。これはキラキラブーツ、トゲは苦手。あ、これいいね。こうってさ、あれはできんの。あ、ここは一回一回降りなきゃ、さすがに。あー、こう、ちょっと砂漠とか広い。オープンワールド、皆さん、私何度でも何度でもいつも何度でも言いますよ、千と千尋の神隠し。いつも何度でも言いますけど、苦手なのよオープンワールド。これ何、これ何、気になる地面ですわね。叩いても何もなさそうですけど、これ何なんだろうな。ボムヘ、何だと思う。いないんだった。死ねえ死ねえ死ねえ、にゃー、無敵なのか。あ、そっか、まだ BGM 聞いてなかった。あー、いいね、なんかちょっと余裕ある感じ。わー、いい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 い全然乗れない。これ分かった、死なねえんだ。いや、そういうことか、死なねえんだこれ戦闘でも。面白いな。じゃ、こっちの奥は、でもこの光ってんのとかも別に意味なさそうだもんね。ごめん、めっちゃ寄り道しちゃうわ。ごめんなさい、早に寄り道になってしまいます。寄り道たくさんしちゃう。でも敵倒した方が一応紙っぺらも集めれるから、これ引かないで敵倒すっていうのもいいのかな。こっちなんか行けますかね。お邪魔しまーす。ちょっとテレサとかも、でも倒せなさそうだもんな、テレサとかも。行ってみっか。せっかくだからテレサの攻撃食らってみるか。
どういう攻撃してくんだろう。みんなで脅かしビンタって書いてなかった。なんだ、どう、何が来るの、何が来るの、いつ何が来るの、いつ、痛い痛い痛い、リンチ。結構普通に殴ってくる感じなんだね。普通に物理攻撃なんだね。え、やべえ、覚えとけってこと。やっべえ、面白いな砂漠の敵も。でこれで紙っぺら一気に集めて、いいねいいね。あーでもテレサな、お、これはアイスフラワー。テレサあんま戦いたくねえな、覚えなきゃいけないから。あーいいねいいね、紙っぺら集めれてんだったらこの感じで集めていきたいな。でこれさ、引いたっけ、紙っぺら出てくるっけ。ちょっと待って、とりあえず事故起こして、おいちょっと、おいおい、クソ、お前何上に浮いてんだよ、こっち来い、おい、ここだよ、ここ、おい、あ、いた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 。あ、でも紙っぺらも集まんだね、ちゃんと。はい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 、おい、あいつもいい、あいつもやってやろう、おい、楽で挟まってるな。はい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 、オッケー。サボテンガール、リアルなサボテン。サボテンステーキみんな食ったことある？俺ちょっとあれ合わなかったわ。ありがとうございます、サボテンのためで暴れなくてよかった。大丈夫か。でこれ、あー、キノピオマークってキノコのマークっていうことは、ここにあのセンサー研究所みたいなやつが、うわ、カフェの方じゃん、久しぶり。あれ、なんかあれ以来じゃない、水神様のところかどっかでもあったような、カフェのところ、土神様のところだったっけ。あ、出た、メガブロスかこいつ。すごい、うわ、でっかい、ちっちゃ、すっごいちっちゃいクリボー、ミニクリボーとデガブロスが喋って、これどういう話してんだろうな。よ、全然喋んない、ごめんなさいね、いきなり話しかけちゃって。どうも、ごちゃまー、声でっか、体だけじゃなくて声もでかい。じゃあメガウマコーヒーもらっていいですか。すいません。お、いいね、どうもありがとう。飲み方汚な、マリオ。なあマスター、こっちにも一杯頼む。どれぐらい、このサイズのクリボー、でっか。やっぱ見た目に合わぬ大食いってこと。ごめんなさい、確かにね、もうこれ見た目だからそんなに、そんな飲まない、飲み食いしないだろうなと思ったけど、ごめんなさい、大食い、実は大食いだったんだね。あ、そういうことだったんだ、ごめんなさいね。結構一人でその量飲むのすっごいね。何このどうでもいいギャップ。これで足りるかな。な、どっから出てきたの。な、どういうことだよそれ。いや、わかんない、ストーリーがわかんない。おいおい、俺の分も残しといてくれよ。は、マリオ、無視しろ、もう帰るぞ。なんだこれ、何を見せられてんだ。しかもこの大量のクリボー、クリボー側から出てくるんじゃなくて、どっちかというとこっちの、あっちのカウンターから出てきたぞ。もうメガブロス側から出てきてるぞ。いい、ご注文いい、やめろ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 、さよなら。いや、さよならっていう言い方。マスター、もっと大きいカップ。いいいいいい、何この話。ちょっとこれ寄り道しちゃうよな、完全に早見寄り道しちゃうから、もうこことか超気になるじゃん。何ここ、別になんかあるわけではないの。こんな、絶対なんかはあるわけでしょ。もう俺の好きなように行く。オープンワールドのやり方なんてあかんねんから、俺の好きなように行くぞ。まずせ、なんだよ、セーブさせろよ。これなんでしょう、何かの台みたいな。まあ何かの台だろうね、祭壇みたいな感じ。お日様が描かれてるみたいに見えません。違うか。いや、いいよその物言い、お笑い芸人の物言いの真似しなくていいんだよ。違うかって、ここ絶対後々来る感じだよね。だとしたらセーブだな。セーブして、今セーブできてんの。セーブできてるかできてないか不安になるな。多分できてねえんだろうな。セーブしよう。はい、これでセーブして、これは乗っていいのか。あ、読む、どれどれ、なんて書いてんのこれ。全然読めねえな。何これ、読めないんかい。お前も読めないんかい。じゃあって読んでる感じすんな。見たことない謎の字で全然読めないですわ。なんて書いてあるのかすっごく気になりますわね。確かこれなんて書いてあるんだろうな、全然わかんねえな。調べる。これお茶碗、砂がいっぱい入ってるからどんぶりかしら。いや違うだろうね。うん、いつもの調子に戻ってきたねオリビア。ちょっと何か置いてみます。え何か置いてます。だったらもう一つしかないですけどね。自分こういう時絶対に置くものは一つしかないですけどね。安心と信頼のマンホールフック。それ置いても意味がなさそう。冷めてる。でもなー、ボム兵の否定バージョンも聞きたいなー。ねえ、マンホールフックの時だけでいいから幽霊ボム兵出てきてくんないかな。その時だけでいいから幽霊ボム兵出てきてくんねえかな。これどうやったらいいんだ。
あ、いた、あめっちゃ普通に、めっちゃ普通に蹴飛ばしたじゃん。何の、何の前もりもりか急に吹っ飛ばしたら。ロボロッカーリオカ待ってました。決まれてよかったです。にゃあ、来た、あ、来た、なに、なんか出た、なんか出た、なにこれ、え、なに、なんか来る、なんか来る、なんだ、なんだ、え、な、え、なに、あの棒、なんだか私を呼んでいるような気がします。うん、なにこれ、え、なんかマイクスタンドみたいに見えると違うよね。今そういうところじゃないもんね。ボームヘンがいなくなってすごい悲しい時だもんね。全然呼んでるような気しない、しない、全然しないけど、え、なに、なにすんの、もう行けってこと。この棒を目の前にすると私の中で熱い何かが込み上げてきますわ。うん、熱い何か込み上げてこなくていいよ、砂漠だからって。砂漠にかけなくていいよ、熱いって。え、何すんの、マリオ、お前なんでさ、おいおいおい、やばいぞやばいぞ、始まっちゃう始まっちゃう、すっごい嫌な予感する。あー、マイクテステス、チェック、ワン、ツー。ではリクエストお願いします。ギンギンモリモリ、あー、これは今まで出てきた歌のやつだ。ギンギンモリモリ行ってみる。ギンギンギン、たくましかあった、あの頃みたいに、生かすわ生かすわ生かすわ。でん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 、いや、しん、ひたすらに寄り道してしまったな。あそこ気になるけど、ちょっとね、紙っぺらが全然足りないんだよね。ここか、なにこれ、あれ、入り口みたいなのがありますわ。何かしら、これ何、あーあー、結構、あ、でもそんな高くないか。キノピオ、うわー、とっても高いノッポさんですわ。上の方はフフ、まるでどっかの誰かさんのお顔。なんかこれよく見たらさ、キノピオ、キノコ、おちんちん、やってんな、ニンテンドー、ニンテンドー完全にやったな。ちょっとやってなかったなっていう期間あったと思ったら、結局そういうのやりたかったんだ。結局こんなところにおちんちん立ててんじゃないか。はい、まあ、しかもおちんちんを追っ立てる、そしてキノピオ、キノコ、キノコをちんちんでインゴにしてる。うわ、任天堂ほんと最悪だな。よくそんなこと考えれるね。よくそういう思考持ってるよな。引くわ普通に。じゃあ登っていくか。ここはなんかあんのかな。うわ、明るい日が強い。うわ、紙っぺらがないからそこ埋めれない。ふう、階段をいっぱい登りましたわね。ここはてっぺんの丘みたいなとこかしら。あー、紙っぺらがカスしかねえ、カスの量しかねえから。こっちはなんかあんの、別になんかあるわけじゃねえのかな。あ、オリ捕まえたらこの火の中に入れてやろうぜ。なんか調べれる。あら、こっからお外が見えますわ。これって窓なのかな。何かはめたら可愛いかも。そうか、何でもはめようとすんだな。はめる、お、任天堂またやってんのか。じゃあいつものやついきます。マンホールフック、それはまらないかも。いや、冷めてる。もうよくまだわかんない。これで俺さ、寄り道しまくってない。で、紙っぺらもねえから埋めれねえし、これちょっと待って、紙っぺら必要で先埋めるっていうところもういけないからね。俺、紙っぺらがなきゃいけないみたいな。うわー、あ、でも敵いる、引き放題だな。まず引きまくって紙っぺらだけ集めるか。はい、キノピオ後ろから思いっきりありがとうございます。サボテンのトゲがちょっと痛かったです。いやいや、それ以上に痛い衝撃得てるはずなんだよ。今絶対それ以上に痛いことが起きてんだよ。はい、これはなんじゃい、キラキラアイアンブーツ。もうネーミングセンス飽きたの。もう適当になってきてない。ここまで強いさ、ブーツだったらもっと一新しろよ、名前を。あ、でも右のな、あれも多分、あれキノピオだろう。はい、ここね。マリオさん、紙テープがありました。あったね、黄色い紙テープ。ああ、思えばここまでとても長い道のりでしたわ。赤いテープを追いかけて、青いテープを追いかけて。あー、でもな、そこまでは3人だったんだけどな。この砂漠の真ん中でついに黄色いテープも砂の中に。近かったね、意外と。砂の中に、ああ、埋まってますわ、埋まってますわ、埋まってますわ。いや、見りゃわかるし、そうだろうねって。そんな簡単にうまくいかないだろうからね。どうしよう、おろ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 、
すごい日村健進か。私砂の中になんて潜れないし。俺も、いやでもさ、これって手で、いやでもどれぐらい埋まってるか分かんないもんな。あら、あそこに何か書いてありますわ。砂の潜り方が書いてあるかもしれません。いや、それ読めないんじゃないの。さっきなんかそれ読もうとして何これって言ってたよ。どれどれ。マリオさん、これまた読めない謎の字ですよ。でしょうね、もう見た瞬間わかるけどね。ああ、もう何もかもわからなくてお先真っ暗ですわ。こんな私たちに希望の光は見えないのかしら。うわ、もうショックショッキンがショッキンですよ、なってんな完全に。まあ希望の光なんて、希望の光みたいなやつ出てきた。急に希望の光みたいなやつ出てきた。光のご風景出てきたって。ああ、光が見えました。ピカピカです。あれがきっと希望の光ですわ。そんな都合よく出る。もうなんか色、青に赤に黄色で光がわーって動いてる感じ、絶対やばいところだって。緑にもなるし。あんなにピカピカなら人のたくさんいる賑やかなところなのかも。いやいやいや、あんな光のところ、しかもこんな夜にあんな光で騒いでる街、全員薬やってるよ。あそこ行けば謎の字を読める人がいるかもしれません。行く？じゃあ進んでいくか。ちょ、こういうキノピアだろ絶対。乗り捨てたブーツカーを近くに埋められる、便利ですね。待て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 、ちょっとさ、まだ右左行くところあるんだけど、寄り道できるんだけど、まずストーリー進めちゃうね。多分戻ってくる気がするんだよね。セーブ中。さあ、どういうところに来るんだい。おー、いいね。なんかアラビアンな感じのところ、ディズニーシーにあるアラビアンコーストみたいな感じのところ来たね。うわー、とっても光ってますわ。ピカピカでギラギラです。すごい、夜なのに眠らない街だ。眠らない街スガモ。いや、スガモはすぐ寝るんだよな。はい、サンドウィッチマンだ。この先の左奥砂漠はホテルのお客さんしか入れないぜ。チェックイン済ませていきな。はい。この先の右奥砂漠はホテルのお客しか。うわ、なんかここも行くみたいなところあんのかな。うわ、もう無理やりスポットライトみたいなので電気つけてるんだ。ここ電気代かかるだろう。どういうところなんだろう。車で堂々と行く。車はそこに止めな。あ、厳しい。あ、ここってこと。いやだね、ここに止めるね。何ここ。何ここ。なんかさ、うわ、キノピオいんじゃん。あ、すごい。看板、上の看板キノピオいる。あいつどうやって助けてあげるんだろう。クソ、わかんねえ。ごめんよ、あいつ助けてあげるね。うわい。すごい。あ、待って待って、見ていい。ようこそムーチョサンドリアへ。ここはムーチョによるムーチョのためのオアシスだぜ。む町の名前は長すぎるけど、ギラギラで賑わってます。そんな長くねえだろ。こんなにギラギラなら謎の字を読める人が。あ、確かに。なんかさ、いやごめん、なんかね、俺ボム兵がいなくなってすごい悲しいんだけどさ、その分別の仲間が増えたりとかもしたりすんのかな。ムーチョがさ、仲間にここでなるとかさ。どこを見てもムーチョだらけ。それがムーチョサンドリアだぜ。みんなこういう喋り方なの。うわ、気になる。いろんなところ行きたくなる。俺は飛びたいんだ。いいよ、こうジャンプすればいい。行くよ。そんなんじゃ飛べないぜ。また強く。はい、ちょっと、今飛ぶの。はい、よし、満足。わかる？こういうのってずっと、すでに満タンにしておいておきたいの、わかる？あ、お店もあんだな。綺麗な水面が鏡のようで、まるで空まで透き通って見えるぜ。あ、ほんとだ、綺麗。なんか逆さ富士みたいになってるもんな、反射して。買い物できんのか。嬉しい、楽しい、超便利、アクセサリーあるぜ。いや、お前その仮面取れ、キノピオだろ。さ、アクセサリーは？あ、なに？バトルで受けるダメージ結構減らせる。うわ、またマリオを強くしちゃっていいのかい。任天堂やりすぎだって。なんかもうさ、ゲーム新しい RPG 始めるけど、最初からレベル99で始めるみたいな感覚。マリオずる。でも買う、全部買う。いや、一番下の見てなかった。一番下なんだった。これ結構減らすって、絶対強くなりすぎた原爆になるって。ブロックチャイム。あー、まあこれはとりあえずいいかな。武石買おう。うわー、買おうだな。うわー、すげー。これ装備するか。うわお、こうなったらここ3つ売りたいんだけどな。売却はできないのかな。うわー、奥も、わ、奥もなんかあるね。思ったより人少ねえな。ムーチョあんまいなくねえか。ここ入っていいんだ。あ、ムーチョ誰もいなかったんで勝手に住んでるんだ。家賃はやらないし最高だぜ。おう、普通の犯罪者がいるぞ。おいおい、ここに普通の犯罪者がいるぞ、バーガー。隣も入るか。まあ、何にもないのかな。広いね、意外と。大丈夫か。おう、どうした。こんなでかいベッドで
生きてるぜ。ふかふかのベッドの心地よさを味わってるところだ。ああ、それしてたんだ。わ、気持ちよさそう。なんか可愛いな。可愛い、なんかプリってなってる。あ、動きプリってなってる。可愛い。ベッドね、でも俺ふかふかなベッド、あんまり柔らかすぎるベッドよりちょっと硬いぐらいのベッドの方が好きですね。さて行くか。あ、いいね。満タンにしてセーブもして、見れるところは全部見ておきたいから。話しかけるか。旅の人、はるばる遠いところまでやってきてさぞかしお疲れだろう。砂漠に出かける前にホテルで少し休んだら。ここ何屋さんなの？読めねえ。砂漠案内所。これ読めるんだ。読める看板と読めない文字があるんだな。ムーチョたちが読めるんじゃないの？全部壊してえな、こういうの。常にごめん、ずっと満タンにしておきたくなっちゃうの、ごめん。あ、ちょっと待って、これ穴埋めに使ってからでいい？あれ消えないよね、あれ消えないよね。ちょっと穴埋めに使ってからでいい？穴埋め使って、あれちょっと待って、時間で消えそうだな、時間で消えちゃいそうだな。これも穴埋めに使って、消えてないよね、消えてないよね。あはははは、危ねー。ギリ超ギリギリセーフ。でコインも集めて、いやもうギリギリの世界で生きてんな、カトゥーンだな。でここで集めて、どうしよう、話しかけてく全員。変な格好したキノピオがそこのホテルに泊まってるぜ。変な格好したキノピオ？変な格好したキノピオは古いものが好きらしい。あ、なんか重要キャラがいるのか。何してんだ？なんだこの文字、全然読めないぞ。読めないんかい。なんで読もうとすんだよ。じゃあ壊しいの。ムーチョだらけのこの町に最近よそ者のキノピオがやってきたんだぜ。声綺麗。ここなんかお店か。噂ではこの町はもともとキノピオの、キノピオの町なの、もともと。追い出したわけじゃないぜ。俺たちが来た時には誰もいなかったんだ。え、なんかこれ大事件が起きたってことなのかな。キノピオがいないって、まあ、オリーにやられたっていう考えるのが一番か。花だけの雑草魂で咲いてありました。お、雑草魂、提供魂、雑草、牧野つくしじゃないか。お前は花より団子なんじゃないか。追いかけよう。うわよっ、あ、ショップあるんだ。ただ今ちょっとお金使ったからな。いいね。ここは DJ キノピオの出張 DJ サービス。何それ。隣のショップがおすすめですよ。あ、今見えてたんだよ。多分なんかいるなって。かぶってんな。ありがとうございます。バトルで使える攻撃アイテムは武器より強めって知ってました。あ、そうなんだ。隣でショップやってます。ぜひ。あー、ショップやってんの、お前がやってんだ。そのまま開けといていいよ。閉めるな。うわうわ、そうだよね、これフィギュアだよね。たけー、オーケー、邪魔したな。じゃあこの出張 DJ サービスみたいなところ行ってみる。ここなんか上今ハテナブロックあったね。 DJ いねえじゃねえか。あ、いる、いた。何してんのお前。お前か DJ は。はあ、ありがとうございます。ここの店の人出張ばかりでいつもいないんですよ。今日はどこに出張だろう。いや、それより自分が途中で、今話してる途中だよ。別にそこそんなダッシュで帰らなくてよくない？おかい。こういうのを見つけてしまうんですよね、私は。穴があったら入ろう。これ、あー、隣、あー、そういうことね、繋がってんのね。はい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 。ここでフィギュアか。あー、紙袋。あー、いいねいいね。ちょっと前2つのね、お宝フィギュアがちょっと辛かったんでね、正直。はい、大きな岩と。でこれで壺も壊しいの。まあ満タンで、こっちないから奥進んでくか。これラム、このメインの一番でかそうなここだよね、きっと。いや、寄り道したな。まあゲームの醍醐味だもんな、寄り道っつうのは。じゃあ行かせてもらおうか。いらっしゃいませ。こちらムーチョロイヤルホテルでございます。おー、豪華なホテル。素敵、こんなリッチなホテル泊まってみたいです。じゃあ冒険が終わったら泊まりに来ようか。ムーチョ、このホテルライトアップがとても綺麗だろう。うん、綺麗ですね。入ります。頼むさあ。お、いやー、なんかやだ、あんま泊まりたくないかも。もうやべえやつしか、もうヤンキーじゃん。真ん中のやつなんてゴリゴリのヤンキーだよ。ホテルであんなことするやつ見たことある？しかもホテル入ってフロントに行く前にここがあるんだよ。もうおかしくない？フロントじゃねえの、まず。何ここ。そこいつも俺が座ってるところなのに。いや、もうこっちでいいだろ。左がいいんか、そんな意地でも。逃がした BGM を聞きながらリゾート気分を満喫してるんだ。みんなリゾート気分満喫してやがる。噴水のやつ楽しそうだな。サーフボードなんてどこにあったんだろう。サーフボードじゃねえ、キノピオだあれ。これ紙袋出てくんのかい。
これ開けれんの？あ、開けれんだ。いや、なんか結構管理ガバガバじゃない？管理ガバガバじゃないここ。ここ整理してたら珍しいもん見つけたぜ。フロントに渡しておいたけど。お、フロントの人がなんかくれるのか。あ、うわ、いるな。キノピオがところどころキノピオいいんだよな。ムーチョ。はい。にゃっひー、なんですかこの騒がしさ。一体何が起きてるんですか。にゃー、もう騒がしいのにしっかりドア開けて一人で帰ってくな。ちゃんと帰ってくる。でもムーチョがここをなんか乗っ取ってるって感じではないもんね。そういう感じではないよな。ちょっと待って、なんか俺さ、右の方にハテナブロックつながってるって思って、あ、待って、これいけんな、これいけるぞ。はい、ちゃんと見てる見てる、シュート見てる、ちゃんと見てる見てるだね。あ、来た、やっぱり。あ、来た。おー、いいね、お金欲しかったから。戻れないんかい。たた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 、開かない。あ、これもこっちからいけそうだな。いけた。あーんと、謎のレバーがあるけど、あ、え、別にそっち、あ、そっか、これ壊れてんのか。とりあえず壊し、おう、あーっと、あ、神の手、ここで神の手使うの。ちょっと待ってね、こっちも先に、あ、金が入ってそうだな。1コインか、これ神の手。あ、あれ回すってこと。はい、あ、あ、回して、回して、離す、握る、回す、離す、握る、回す、はな、なにこれ、なに、え、あ、なんか終わった。あ、ごめん、え、なんかこれあんまよ、え、あんま良くないんじゃない。しかもなんか張り紙、オリーの紙があって、あれ今すっごい楽しんでるところだったのに、これいいの。ごめんなさい、なんか今テンション下がりますよね。あれ、噴水止まっちゃった、つまんねー。なんかしかもよく見たらこれ鍵持ってない。まあそろそろ飽きてきたし部屋に戻るか。あと鍵持ってたよな。え、なんかあいつ、え、なんかあいつ追っかけるとかなのかな。よう、大丈夫か。ムーチョに踏みつけられるなんて悔しいです。でもマリオさんのおかげで助かりました。これ俺です。ちょっと怒ってる。何くれんの。あ、ハートくれる。これ待って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 、よくないよくない。任天堂やりたい放題になってる。もうマリオの強さ無敵状態にしようとしてんじゃん。早めにもうマリオを無敵にしようとしてるじゃん。そのうちさ、マックスアップハート300とかくれるんじゃない。300も一気に上がんのみたいな、そういう状況作んないでね。やるぞせー、楽しそう。ヘイヨー、乗ってろくわーい、バーバーバー。このボールいい感じで音が響くから DJ ブース作ってやったぜ。苦手、こういう空気のやつ苦手だわ。もう苦手だわ。あと自分が面白いと思ってるヤンキー一番苦手。もう怖えもん。なんかもう笑わなきゃいけない空気感あるじゃん。あははははみたいな。で、これでホテルに泊まりたいならそこのフロントでチェックインが必要だぜ。オッケー、チェックインしていいのかな。進んできた。あ、鍵がある。いらっしゃーい。残念だけど今は満室なんだ。あ、私たち謎の字が読める人を探してるんです。あ、そうそう、別に泊まりに来たわけじゃないんだよね。このホテルにそんな人いませんか。字読める人か。ああ、あんたたち、あの学者キノピオの関係者。学者キノピオ、こいつがキーキャラになってるっぽいな。学者は今外出してるけど部屋の鍵はこっちで預かってるぜ。関係者なら同じ部屋でいいよな。ほら、あ、待って待って、違います。あの関係者じゃないです。同じ部屋じゃないんで、はい、ここで待ちます。全然断れよちゃんと。おい、待て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 、おい、え、お前何、何お前部外者の人の部屋の鍵ゲットしてすっげえ笑顔なの。やったみたいな感じの顔すごいしてるけど、普通犯罪者だよ。シンプルな犯罪者になってるよ。フロントでもらった学者の家の鍵。なんか勘違いされてるみたいですけど、返せ返せ。謎の字が読める人と同じ家なんてラッキーかも。うわ、思考がバカ。もう思考がバカなんだよね。なんかやっちゃいけないことをやっちゃった後にさ、え、これってダメだったのって普通に考えたらわかるだろうっていうのは後から気づく子だな、この子。学者の部屋はそこの階段上がって2階の突き当たりだ。ゆっくりくつれたらいいんじゃない。まあそう言われるんだったら行きますけど。意外と早く謎の字の人に会えちゃいそうですわね。確かに会えちゃいそうだな。行くか。寄り道せずにまずは進んでいこう。わあ、何これ。同じこと言ってる。同じこと言ってる。全く同じこと。ちょっと部屋の電気つけていくらいから。うわ、よいしょ。あれ、どこでしょ。あ、ちょっとカーテン閉めていい。生活感丸出しの実況だな。
ごめん、生活感丸出しの実況しちゃってるわ。わあ、何これ。壁いっぱいに絵が描かれてますわ。すごーい。でもこれ何の絵でしょう。漫画かな。漫画なの。なんか最後火の鳥みたいな。あ、これなんか関係してんのかな。4つの目みたいなのとさ、この目から光をこの目に浴びせるとかで、最後この火が、でこれ関係してんの。これ何も関係なかったら許さんぞ、任天堂よ。何これ。あー、ここにも謎の字が書かれてますわ。これも学生さんに読んでもらったら意味がわかるかしら。読めないってね、言葉っていろんな言葉。なんかさ、英語ぐらいできた方がやっぱさ、いろいろなんか便利だしさ、使えると思うんだけどな。勉強するのってこの年になってくるとちょっとめんどくさくなるっていうか、別に使わないんじゃないかっていうか。うわ、大江戸ランドの時と同じ音した。もしかしてこれマスターキー使えるんじゃない。さすがに使えないか。さすがにこれで使ったらさ、このホテルもしかしてもともと大江戸ランドの子会社なのみたいになるからね。鍵開かないの。何が、何で開かないの。おーい、学者のお連れさん。何、部屋を間違えちゃった。そこは特別なスイートルームなんだ。学者の部屋は1階の、いや、スタンダードだったよ。いや、こっちではついてきて。いや、おかしくないか。いや、待って待って、スタンダードの部屋はいいわ、最悪。スタンダードの部屋の401号室と403号室を間違えるとかはいいけど、スイートルームとスタンダードの部屋は普通間違えねえだろ。なんで一回スイートルーム行かせたんだよ。何ぴょんぴょんしてんだお前。こっちか。学者の部屋はこの奥の 手前の部屋だ。奥の手前、よくわかんねえな。奥なの。手前、奥だけの手前なのね。ここか。ちょっと使ってみるか。でもここだよな、きっと。開く？開いた。いや、すっげえ普通に入ってくじゃん。怖い怖い怖い。よく無表情で入っていけるね。いやいや、これ人の部屋だよ。ちょっと人が借りてる。普通の大犯罪をやってるよ。わーい、私ホテルにお泊まりなんて初めてですわ。わー、素敵なベッド、赤いシーツなんて大人。いや、なんかラブホテルじゃねえのかこれ。何、赤いシーツなんて全然見なくないか普通。あー、ゴロゴロしてる。いや、全然つまんなかった。こんなんしゃいでる場合じゃなかったですわ。確かにな。さてさて、学者の先生、あ、確かにいないもんな。どこ行ったんだろうね。どこに行っちゃったのかな。どこかに何かあって待ってればいいのか。ここで見てみる。これっぽいよな。読む。あれ、今読むってなかった。読もう。丸月末日、砂漠をくまなく調査した結果、ついに古代人の手がかりをつかんだ。丸月末日、古代、あ、でもこれキノピオか。古代人発見の鍵となる秘宝、太陽光を手に入れた。お、太陽光、ソーラー。でも甲がなんか香るっていう字か。ホテルのフロントと交渉の末、どこかどうにか譲ってもらえた。ムーチョにあの価値がわかるのか。ムーチョ批判やめろ。丸月末日、準備は全て整った。太陽の祭壇へいざ出発だ。あー、これ多分途中来るところで見たやつなんだろうな。今キノピオの声だけど、ちょっと学者さんっぽく、おじいちゃんっぽくやってみました。こういうちっちゃいこだわりが出るんでね。これ日記、字ばっかりで私にはちょっと難しすぎるけど。え、今ので難しいの。学者の先生は何かを見てもらって、どこかに、そうだね、太陽光がなんちゃらって言ってたもんな。まあそっちに向かっていけばいいのか。とりあえずベッド二人で入る。どうしよう、オリビアに腕枕とかしたら。マリオがムービー入ってさ、マリオがオリビアに対して腕枕のシーンみたいな。で、そっと画面が暗くなっててピンクみたいな。何の話してんの。こっちはなんだ。あ、こっちも部屋か。なんかいろいろ気になって全部来ちゃうな。勝手に開けてる目の前のもの。パズルトレーニングマシン。なんかそのうちさ、もうお宝フィギュア、いよいよめんどくさくなって、ホテルのベッドとか、もうそんな思い入れないもの出してきそうじゃない。ホテルの赤いシーツみたいな。赤いシーツいるって。いや、すっごい跳ねてんね。こいつ、こいつ、こいつ効かない。何、俺のハンマユージュのが効かない。なんという体力。サーフィンマークたち、あ、お前かい。あそこにいたお前かい。楽しいの。やっぱ寄り道しちゃうの、こういうところは。あ、また埋めるとするか。これも文字読めるようになったらいいんだけどな。やけに隣がうるさいな。何やってんだ。あ、ホテルあるあるだよな。隣がうるさいとちょっとやだよな。だってしかもさ、最悪、最悪の場合よ、隣の部屋でさ、もうなんかせっ、フロントに聞く。とってもいいお部屋でしたわ。くつろいじゃ、あ、な、フロントに聞く。あ、オリビアが、え、どういうこと。フロントに聞くから何なの。だろ、ムーチョロイヤルホテルだからな。
そういや、この間学者にあるもんを譲ったんだけど、実は同じもんがもう一つあるんだ。あー、なんかこれ言ってたね、さっきフロントに届けたみたいな。あ、これちょっと気づかねえわ。あ、フロントに話しかけなきゃ話進まねえんだ。ごめん、俺ちょっとグルグルしてた。関係者なら欲しいだろ。俺が持っててもしょうがないから、あんたらにもあげちゃうわ。なにこれ、太陽光。太陽の神、ラーの翼神竜だ。ポカポカした太陽の匂いがするお香、どこで使うのかな。お香か。喜んでどっか行ったぜ。もしかけるなら迷子にならないように町の砂漠案内所に行ったらいいぜ。これ多分これで戻っていいんだろうな。セーブして戻ろう。ちゃんと注射されてる。ちゃんと注射されてんな。市川注射だな。香川照之だな。これに、あー、なんかわかったかも。あ、これで、あー、もう2列目入ってきちゃった。いよいよ2列目来ちゃった。太陽光をやるんじゃないのかい。合ってんじゃない、これで。あ、合ってるっぽいね。はいはいはい、これで何が起こるの。わば、煙、煙が出てますわ、マリオさん。まあ、お香だしょ、お香だしょって。あら、なんだかとってもいい匂い。まるでお日様の下で日向ぼっこしてるみたい。ポッカポカの匂いですわ。いいな、あったかい香りがするってことか。これでなんか、おーっと風が吹いている。生き物がかりだな。風が吹いてる。おーっとっとっと、風に吹かれてもどうなっちゃうの。欅になっちゃうけど、風に吹かれて、おー、台風、わーい、台風でどっか知らんところに飛ばされる。そっから愛が始まるのか。愛の不時着か、これは。なんだここ、台風の中じゃん。ここは渦巻きの風に閉じ込められちゃったの。何か出てきそうで怖いです。え、もうこれ出てく、何これ、トゲトゲ、砂漠だしサボテンかしら。でもそれにしてはなんか、え、なんかこれサイズ感がおかしい気がするんだけど。絶対巨大、でかすぎた原爆ですね。マリオさん、サボテンみたいですけど、これって、これってすっごい、オリベがか、なんか怖い顔してるな。わーお、でっけー、大きすぎなんか大声出すとオカマみたいになっちゃうんだけど。大きすぎー、やだー、大きすぎー。そのまま倒れてきたな。え、なに、移動すんの。ちょっと絶対あの車乗った方がいいだろ。ただ足おっそいもん。待て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 、逃げろ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 。なんかジョーズみたいになってる。砂漠版ジョーズになってる。逃げれるか逃げれるか、逃げろ逃げろ逃げろ。これ逃げて何すんだ。待て待て、とりあえず状況を見よう。とりあえず状況を見るぞ俺は。あ、下になんかオリーのテープ貼ってあんな。オリーのテープが貼ってあんな。で、ぐるぐる回りといて、ぐるぐる回っといて、相手の時間をまず見て、何をしてくるんだ、何をしてくるんだ。うおべー。で、これはどうすんの。あ、なんだ。はい、あ、まあ、わかった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 。はい、了解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 。もうすべて把握しました。こういう把握能力はもう圧倒的に早いからね。とりあえず、このトゲトゲサボテンちゃんを、ごめん、ド忘れしてる、あいつの名前を。台風は多いって、それサイクロンはダメだって。台風、ちょっと待って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 、その攻撃の仕方が残、なんかパターン多いのダメだって。あ、いいね、一旦離れて、おい、待て待て待て、これをなんか出てくんの様子見て、あとはオリーのテープを剥がすってか、もう突進すればいいだけだから。はい、で、これで突進していいってこと。オーブレイ、なんかさっきさ、光が失ってたもんね。その時に突進すんのかな。はい、で、これで、まだ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 、今、はい、え、ちゃー、乗り上げてたぞ今。これ、え、これ降りてハンマーの方がいいのかな。あれ、でもさっき突進できてたよな。ちょっと待って、もう一回やってみよう。これさ、ボム兵も一緒にいたらあいつビビってたんだろうな。兄貴やばいっすみたいな感じで。はい、あー、なんかやっぱオリーのテープがあるところに当てた方が良さそうだね、そこの方が。で、これでまた台風、なんか俺たち、え、なんかこれ狭くなってね。うわ、すごい、なんかあの台風自体動き、はい、ちょっと待て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 、無理よ。15で済むの、15で済むダメージなのそれ。 A で起きて、はい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 、なんかわかんないけど、なんかわかんないけど、ちょっと待て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 、急にむず、急にむずくすんな。で、これ2体、ちょっと待ってね。うわー、やばい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 、はいはいはい、わかったわかった、これ引き寄せの法則ね、引き寄せの法則やられてるから倒れてくるんだね。待って、あー無理だね。あー、これ意外と時間と体力が減る。今だ、オッケー。これで残り1個でハートキャッチできるから集めちゃって、これ50ぐらいだっけ。あ、ほぼ全開か。で、残り1回は台風がどう来るかだな。あー、もう大玉転がしだな。
いいね、でもこれザ・ボスって感じ、なんか中ボスって感じの戦い方だね。はい、ドーン、そしてドーン、もうそのパターンしかないもんな。お前残り1個になると上からそうやってジャンプするか転がるかしかないもんな。そうだよな、はい、グッバイ。え、あ、待って待って、これ登るんだ、これ登るんだ、登るんだ登るんだ登るんだ間に合わない、ギリギリ間に合わない、そういうことか、そういうことか、了解了解。最後は登んなきゃいけないんだな、きっと。なんで残り1個になった瞬間周りの台風は何もしてくれないんだろうね。なんか悲しいよな、強かった時は味方についてくれるのに弱かった時は離れるみたいな、ちょっとかわいそうな感じ出てんだそれは。はい、でジャンプして、はい、ここだね。はい、登ればいいのか、登ればいいのか、ドーン、グッバイ。これで OK か。ああ、おーおーおーおお、ああ、わかりやすい学者キノピオいた。わかりやすいな。いや、死んでないこれ。そんなひらひら落ちて、上からひらひら落ちてきて、シータみたいに落ちてきたな。あら、何か変な形の紙ペラが降ってきました。変な形の紙ペラって言うな。どう見ても学者キノピオだよ。キノピオ隊長、あ、出てきた。若いのか意外と。あ、マリオくんが助けてくれたのか、ありがとう。そっか、あの大きいサボテンに食べられたのね。は、なんだ君は、見たことのない姿だな。まさか君が古代人か、そうなのか。え、違います、私オリビアです。は、そうだ、祭壇はどうなった。いやもう話が、もうなんか読める読める、読んで読んで、その字読める。まあまあ、ここに書かれている通りにやったはずなんだが。お、読めるんだな。え、この謎の文字読めるの。もちろん、私は古代人の研究をしているキノピアだ。この古代文字は古代人が使っていい文字だから、研究者の私には読めて当然。さすが、文字を読め、それだけの仕事だ。お前はそれ以外は一切喋るな。読めるんだろうお前。そっか、ニコロビンって呼んでやろう。お前のことをニコロビンって呼べ。わ、やった、謎の字を読める人が見つかりましたわ。これはもう兵器が隠されてるんじゃないか、ポセイドンとかが。さすが古代人の先生。ところで先生、古代人って何。バカ、古代人とは古代に生きていた人たちのことだ。そして私はこの砂漠のどっかで今もなお生きていると言われる伝説の古代人を追っている。伝説の古代人、伝説のフィッシャーマンみたいなもん。私はその古代人を見つけ出し、古代人にまつわるある最大の謎を解き明かしたいのだ。いいね、そういうのテンション上がるね。その古代人の名前はピオ、伝説の古代人ピオ。ピオ、あれ、なんかピオってさ、あの船乗ってる時もその名前出てこなかったっけ。ピオ、変な名前。なんだ、名前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 だ。マリオ何語。大海原で必要な海図っていうのを持ってる大事な人ですって。先生、私たちもいつかそのピオさんに会いたいです。ああ、ピオに会いたいか。実況してるのはキオなんだけどね。でもその前に砂漠の紙テープを何とかしたくって、私たちと一緒に行って謎の字を読んでもらえません。読んでくれるかな。考えてる。そうだな、私もこれまでの調査によれば、ピオの存在を裏付ける重要な証拠がこの砂漠のどっかに隠されているらしいのだ。ピオの存在だけじゃなくて、いろんな証拠がなんか隠されてそうだけどね、こんなでっかい砂漠だったら。その隠し場所を探るためにこの祭壇を調査していたのだが、今後調査を続けていくらでまた化け物を襲われるとか決して低くないだろう。化け物に対して恐怖は感じていないんだな、さすがだ。でもこっちマリオがいるからな。だがまた化け物が出てもマリオくんが死ならこんなに心強いことはない。マリオのこと知ってんだもんね。よし、いいだろう。ちょっと上から目線だな。契約成立だ。ピオの証拠を見つけるまでここはお互いに手を組もう。おー、いいのいいの、一時的に手を組むってことね。じゃあその停戦協定みたいなもんね、今は争わないって。でもその停戦協定が破れた瞬間、君、古代学者キノピオボコボコにするからな。やった、先生よろしくお願いします。古代文字といえば私の泊まってるホテルの2階の…あ、書かれてた。てかさ、全部読めるようになるんだよな、このキノピオがいれば。あそこにもこのテープってあの手がかりがあるかもしれんな。なるほど、さすが先生、頼もしいですわ。それじゃあの古代文字、いっぱいいっぱい読んでくださいね。あ、仲間についてきた。あ、ついてきてる。これでキノピオが仲間になって、いろいろ…待って、ここはなんて書いてあったんだろう。じゃあちょっと読んでみてよ、早速。太陽に香りを捧げしとき、扉は開かれる。扉を開くための香りとは太陽光だと思われたが、まだ何か足りないのか。でもなんか、あ、そっか、光が足りないってことか。とりあえず、殴るか。